オランダ一部スパルタロッテルダムに所属するパリ五輪世代の22歳 MF 斎藤幸樹が、現地の大手紙、AD の年間ベストイレブンに選出された。今季左ウィングの主力としてリーグ21試合3得点5アシスト。エールディビジを制した PSV から6人、2位フェイエノールトから3人選ばれた中で8位のスパルタからの会期を、 評論でも、独特のアクションで DF を毎週悩ませていたと称賛された。2021年に横浜 FC からベルギーのロンメル SK に移籍し、22年からスパルタロッテルダムでプレーをする斎藤。同じチームには MF ミトシュも在籍しており、日本人コンビで牽引してきた。今季は負傷で長期離脱した期間もありながら、 3ゴール5アシスト。突き出した数字ではないものの、継続的にハイクオリティのプレーを続け、快挙につながった。同志は2023-24シーズンが終わり、チームオブザイヤーの時期が来た。これはすべての試合で毎週配布されるレポートのスコアに基づいて選出されるとして、PSV から6人、フェーエノールトから3人、スパルタの斎藤、 残りはトゥエンテから一人が年間最優秀チームに選ばれた。斉藤について日本のスパルタ界のセンセーション、斉藤光輝はチームの左ウイング。東京出身の22歳ドリブラーは3ゴール5アシストと数字において効果的ではなかったものの独特のアクションで DF を毎週悩ませていたと攻撃の中心として脅威。 になり続けたと称賛パリ世代のエース候補の躍進したシーズンに高評価を与えていた。